アンディ・クーパーは1920から1940年代にアメリカ合衆国のニグロリーグで活躍していた野球選手。主なポジションは投手。テキサス州、米ーコ生まれ。左投げ右打ち。ニックネームはリフティ。1920年、クーパーはニグロリーグのデトロイトスターズに入団。最初の2年間での成績は5勝11敗だったと言われる。 6フィート2インチという長身の左利き投手だったが、コントロールの良さと様々な変化球を駆使する技巧派の投手だったそうである。デトロイトのエースとして活躍するようになるのは1922年以降で、この年から6年間の勝敗は、それぞれ14勝5敗、15勝8敗、12勝5敗、12勝1敗、12勝8敗、勝8敗7勝3敗という、 投資記録が残っている。1928年以降は、カンザスシティモナークスに在籍、1928年に13勝7敗、翌1929年に13勝3敗という成績を残した。1930年、同僚と乗っていた自動車が、事故に巻き込まれて腕や足を負傷するという不運があり、シーズン途中一度デトロイトに戻ったりもしているが、 それでも15勝6敗という成績を収めた。クーパーは、ニグロリーグの他に、1920年代に、キューバのウィンターリーグに3シーズン参加し、3年間通算で15勝を上げている。また、1933から34年には、ロニー・グッド・ウィンが率いるニグロリーグの選抜チームに、加わり、日本、中国、フィリピンで試合を行っている。 その後リーグを離れ独立チームとなっていたモナークスに再度合流。1936年は様々なチームとの交流試合での成績ではあるが通算で27勝8敗の成績だったという。1937年以降チームはニグロアメリカンリーグに加盟し、クーパーもリーグ制覇を3度経験している。1941年に心臓病のため45歳で高い。 2006年にニグロリーグ特別委員会がアメリカ野球殿堂入り選手に選出した。ありがとうございます。